はい、皆さんこんにちは。小さなパン工房です。暑さも落ち着きましたので、今回は息子たち夫婦とキャンプに行こうと思っています。息子たちはテントを張って、私はこの車の中で過ごそうと思っています。どんなキャンプになるのか楽しみです。では行ってきます。こちらの後ろのリアボックス、こちらの中に椅子とか、これ炭とかで、これは薪なんかを入れました。こんな感じです。これとっても便利ね。お水も入れました。はい、で、かわいい冷蔵庫に、これ冷凍したお水持っていくと保冷剤代わりになってとても便利です。そして卵とか、今買い物にも行きます。お父さんご機嫌やね。撮ってるよ。え、ちょっとやめてよ。はい、今キャンプ場に着きました。今息子たちを待ってますね。孫とお嫁さんは泊まらずに帰る予定です。私は一人でこの車で寝る予定です。そしてですね、こちらに温泉が見えますが、竹比べの日帰り入浴ができる温泉もあるので、そこでお風呂に入ってこの車の中で寝るのが私は楽しみです。え、テントで寝るんじゃないの？お父さんテントで頑張って寝てね。え、なんか雨降りそうだけど、私の車に戻ってこないでね。いや、もうすぐ戻ります。楽しみ、楽しみ、楽しみ。はーい、キャンプ場にやってきましたよ。人気のキャンプ場なんでね、人がいっぱいいます。はい、レアキャラの長男、レアキャラの長男と言われてるからね。さあ頑張っておくれ2人で。はい、ここに今テントを作ります。はい、私はここで寝る予定です。はい、テントが出来上がりました。はい、ここでいいね。お父さん楽しいですか？楽しい。今日私テントで寝れんでちょっと寂しいわ。いいえ、私はハッピーちゃんで寝ますから。キャンピングカーの中に入れてあった冷蔵庫とポタデンで飲み物をガンガン冷やしております。そしてテントの中では孫が遊んでます。楽しいな、キャンプって。はい、私はこの炊飯器も持ってきましたので、ポタデンにつないで白米でスタート。あおー、すごい、おんまさんやね。おっきいおんまさんやね。おデブちゃんやね。おいしいですか、お父さん？バーベキューも終わって焚き火を楽しんでます。皆さんそれぞれにね、楽しんでます。癒されるね、りょうさん。ねえ、キャンプはいいね。キャンプブームはひたびって聞いたけど、すごい人ですね。燃え盛っております。いいわ、キャンプって楽しいわ。はい、焚き火といえばさつまいもということで、さつまいもを投入いたします。ただいまの時刻は午後の8時55分です。はい、もう私は眠くなってきましたので、このハッピーワンの中に避難してきまして、今から寝る準備をしたいと思います。主人と息子はテントで、私は一人でここで快適に寝たいと思います。今日はね、とっても天気が良かったんで、ちょっと暑いくらいでしたけど、まあ夕方になってきて涼しくなりまして、そして今はね、ちょっと寒いくらいになってますので、焚
き火をしてたんですけれども、夜露がすごくて、テントもですし、椅子とかそのカバンとか道具が夜露に濡れてしまったんですけれども、やっぱりハッピーワンの中は最高ですね。キャンピングカーはやっぱり最高ですよ。はい、この中で夜露に濡れることもなく快適です。快適快適。私の隣にね、こちらのね、マッシュキャンピングカーが止まってますね。で、家族4人連れかな。マッシュの車内でなんか楽しそうにやってました。やっぱりちょっと大きいだけでいいなと思いますね。こちらのキャンプ場ね、隣に温泉があるんですよ。なので今日は温泉に入ってゆっくり入ってから寝ようと思ったんですけど、なんとその温泉がですね、午後3時までしか空いてなくてですね、入れないという。なので今日はお風呂に入れず、顔は洗面所で洗っただけで、歯磨きはここでやろうと思います。この、ハッピーワンで車中泊するのは私久しぶりですね。一番暑い時に佐賀県で車中泊してから2ヶ月してなかったですね。今日は久しぶりにこの車の中で寝れる、とっても嬉しいです。はい、じゃあここでゆっくり寝かせていただけ、明日キャンプ場で朝ごはん食べたい、楽しみたいと思います。私の寝る子はこんな感じです。はい、ではおやすみなさーい。はい、おはようございます。ただいま7時前です。6時半ぐらいに主人がここにピピピピピピとやってまして、起こしに来て飯を作る、飯飯と一人でさ、なんか一人で言ってましたけど、無視しております。そしたら今息子が電話ありまして、お父さんがコーヒーを飲みたいと朝から言ってるのでお願いします、ときっと息子も起こされたと思います。はい、おはようございます。今から朝食の準備です。お湯を沸かしてもらってます。はい、この3人の組み合わせって珍しくない？初めてじゃない？3人でお泊まりって。電動なのか、電動なのか。いい景色だな。お父さん、キャンプの夜はどうでしたか？自然でした。何が違う？両さんは不便を楽しむものだった。あ？不便を、キャンプは不便を楽しむ。そうそうそう。自然の中でコーヒー飲んで楽しいな。私はさ、車の中で寝れたってさ、最高よ。もう俺も最高よ。はい、お父さん。試練だ。試練だ。自分で選んだギアで寝るという。最高やな。最高ですよ。俺選んでた。俺強制的ですけど。もう次行きませんか。いや、こういう環境じゃない。人災がなかったら行きます。いや、あそこ良かったよ、イマジン。あそこ静かやったな。寮のいびきが響き渡ってたけど、テントから水蒸気がめっちゃ出てます。朝からカップ麺を食う男でございます。いただきます。はい。うん、朝ラー最高。外で食べるカップラーメン最高でしょ。これはね、いっぱい2000円ぐらいの価値ある、ね。またキャンプに来ますか。じゃあ行きましょう。また次どこ行くか楽しみだね、お父さん。はい、うん、次は完璧にスタンバイしてるんですよ。何のスタンバイ？いろいろと。いろいろと。じゃあ楽しみにしてます。はい、今回の動画は以上となります。いつもご視聴いただきありがとうございます。
これからもこの車でいろんなところにキャンプに行ってみたり、一人旅にも挑戦してみたいと思っています。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。さよなら。チャンネル登録。